さんこんにちは。こんにちは。遊びにあちです。こうちゃんです。今回はこちらにある通りディーゼル高温機を使って、はい、何をやっていきたいでしょう。軽トラへの積み込み。はい、ということで前回、以前にガソリン運搬士の駆動車を軽トラにどうやったら積載できるのかっていうのをご紹介したと思うんですけども、今回はそれのディーゼルエンジンバージョンということで、運搬車と高温機ちょっと違うんですけど、普段買い取りで回っててディーゼルエンジンとガソリンエンジンってどう違う？やっぱりディーゼルの方が重たい、運ぶのも一苦労っていうイメージがありますね。そうやね、同じ馬力でも車体重量が違うっていうのもあるんで、ディーゼルの方が圧倒的に重たいんですよ。やっぱり動かなくなった時に動かすのがやっぱり一苦労なんですよ、ディーゼルエンジンっていうのは。なのでお困りの方ももしかしたらいらっしゃると思うんで、今回はディーゼルエンジンバージョンもご紹介していきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。このディーゼル高温機を普段どうやって僕たちがかけてるかをお見せしたいと思います。はい、じゃあこうちゃんお願いします。はい、まずはここにね、だいたいこの辺にレバーが、これクランクレバーって言うんですね。これが収納されてます。はい、じゃあこれを取り出してもらって、で引っ掛ける、ここに穴があるんでここに引っ掛けます。で、クランクがセットできたら、次にこのスロットレバーですね、ちょっとだけ上げてもらいます。で普段やったらここのこのつまみがカチッっていうとこまでやってもらえたら大丈夫です。でいつも通り、このギアは抜いておいてください。この走行のクラッチも、キリという風にしておいてください。でここまで、準備が整ったら、あとは回して、かけていくんですけども、かけるときに他にも気をつけないといけないことがあって、ここに、レバーがあるんですけど、これがデコンプレバーって言って、ディーゼルエンジンの機構的にその圧縮空気を爆発させてまず点火するっていうか、やり方なので、このままだと圧縮がかかったままなんでクランクが回らないです。ちょっと回してみて、この状態で、ここで止まっちゃうのよね。こっから行こうとするとめっちゃ力いるっていう、それを勢いをつけるためにこのデコンプっていうレバーを引きながら圧縮を抜いておきます。で、勢いよく回していきます。はい、それではこうやってかかりました。はい、これでエンジンがかかりましたね。普段こうやってかけてます。エンジンのかけ方はこうやってクランクレバーを思いっきり回してかけるっていうやり方なので、もしこのディーゼル高温機がかからなかった場合、このクランクを回して進めていきます。で、どうやってやっていくかっていうと、前の運搬車の時にもご紹介したんですけども、1速だと少ししか進まない、で7、8とかだと、たくさん進むっていう風なギアなので、どれだけ進めたいかによって切り替えをしてください。で、ここのギアを入れた状態でこの走行クラッチも入りの状態、クランクを回すと、進むっていう風なやり方になります。で今回はこれを使って軽トラに乗せていきます。これもはっきり言って結構のパワープレイなんで、しんどいはしんどいです。それでは前回、1速から順番にどれだけ進むかっていうのを検証したと思うので、今回もやってみたいと思います。前回と同じようにこうやって支柱を立てて、ここからどれだけ前に進むかっていうので距離を測っていきたいと思います。でルールとして今回はクランクレバーは5回し、1,2,3,4,5 っていうところでどれだけ進むかっていうのでやっていきたいと思います。はい、それじゃあまず最初に、1速から始めていきましょう。じゃあ1速、あ、違いますね、ここデュアルシフト副変速がハイの方に入ってるんで2速ですね。じゃあ2速から始めていきます。じゃあこうちゃんお願いします。はい、じゃあ行きます。5と、はい、OK。お、ちょうどタイヤ分ぐらい進んだね。じゃあまず1回目、2速で始めたら 12センチ進みましたね、約。はい、運搬車の時よりはかなり進んでます。はい、じゃあ次4速ですね、やっていきましょう。じゃあここのギアを4に入れます。はい、お願いします。はい、行きます。1,2,3,4,5。お、さっ
機の倍とは言わないけど3ぐらい進んだんかな。はい、じゃあ約 16.5 ぐらい、5センチぐらい、はい、まあ、さっきよりちょっと進んだぐらいかな、うん、はい、じゃあ次やっていきましょう。はい、じゃあ次に、6速やっていきましょう。6速になるとトレーラーで引っ張る時のギアになります。はい、じゃあお願いします。はい、行きます。ちょっとどれぐらい進むか楽しみやな。1、2、3、4、5、もうすでにやばいぐらい進んでる。これ 36.2 か3、さっきの倍以上、倍ぐらい、はい、おお、なんか一気にやっぱトレーラーのギアになると進むね。やっぱそんだけ走らんとあかんってことなんですね、このギアからは。はい、それじゃあ次8速やっていきましょうか。最後のギアですよ。さあどんだけ進むかな。はい、じゃあお願いします。はい、行きます。1、2、3、4、5。おお、すごいな。もうカメラの外行っちゃったよこれ。さあどんだけ行きました。1メーター3.5。103.5 センチ。103.5ですね。すごい。さらにさっきの 2.5 倍ぐらい。すごいな。やっぱ運搬車と全然違うねこれ。え、実際その積み込む作業の時にさ、 1速とか2速の比較的短いギアと7、8では重さは違う？やっぱり乗せる時はあまりこう早く乗せすぎて、うん、あの脱輪するとダメなんで。なるほど。僕は1、2とか3、4でやっています。なるほど。しんどいとこと、あとはその危険じゃないところのバランスを取ってって感じ、ね、そうですね、うんうんうん、まあ、やっぱそうやね。ちょっと欲張ってたくさん進むようなやり方しちゃうと脱輪すると危ないんでね。はい、じゃあこれでちょっと検証終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それじゃあこうちゃん早速上げていきましょう、はい、で今回は 何速で上げていく。3、4とかにしますか、ね、でこの時に、スタンド立ててたらスタンドは畳んでください、はい、で、この時このクラッチは離した状態で、じゃあお願いします。はい、では行きます。よいしょ。はい、どんどん進んでますね。これ一人で、こうちゃんこれ一人でやるとどう？一人やと機体が安定する。ああ、ちょっと怖いですね。だんだん疲れてくるんで。なるほどね。おー、どんどん進んでますよ。これやっぱり坂に入った時が偉い。坂に入ってだいたい半分ぐらいが一番しんどい。あ、早速重たくなってる。OK。はい、じゃあここまで来たらもう機体は前にボトンとしてもらったら大丈夫です。あれ、バテてるこの人。いや、ちょっと一発で上げることなかなかない。7、8でやったらよかった。はい、じゃあこの通りしっかりと乗りました。で、やっぱり先ほども言ったように一人でやると機体が安定しないんで、なるべく2人でやりましょう。やっぱりこれはさ、やっぱりガソリンエンジン比べて偉いよ。めちゃくちゃ偉いっす。全然違うよ、うん、でもやっぱりこうやってね、エンジンかかんなくても乗せることはできます。で、これを乗せて農機具屋さん持ってったりしてね、直してもらうとかってしてもらったらいいと思います。はい、じゃあこちらで積載完了です。はい、それではちょっとしんどいんですけどちゃんと乗りましたね。で、先ほどまあご紹介しなかったんですけど、リバースギアでも同じことはできるんで、乗せて下ろすときは同じようにしてもらったら大丈夫です。で、間違っても歩みに斜めの状態の時に手元のレバーは絶対切らないように、一気に落ちてくるんでね、そういったところはちょっと注意してください。もう本当に危ない作業になってくるんで、もう皆さんも細心の注意を払ってやっていただければと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回の動画がいいなと思った方はいいねやコメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。遊びのイナチでした。こうちゃんでした。バイバイ。